うまい、うまい、うまい。どうしよう、この濃厚な味、コシのある麺、もうずっと食べてたい。憧れの二郎系を食べた俺は決意した。絶対に毎日この味を堪能してみせると。俺の名前は大森二郎。さて次はどこの二郎系に行こうかな。45歳のサラリーマンだ。俺の趣味は二郎系ラーメンを食べ歩くこと。でも住んでいるのは地方のど田舎で、食べに行けるのは週末だけ。うちの近所にも二郎系を出しているお店はある。でも店主のこだわりで毎日のようにメニューが変わり、提供するラーメンの種類も変わるのだ。だからその店に行って常に二郎系が食べられるわけじゃない。そんな俺には気になる店があった。都内の超人気店、飯種ラーメン。やっぱり週末はここに行くしかないかな。それはずっと憧れていた超有名な二郎系ラーメンの店。今まで敷居が高くて行くのをためらっていた。でも県内の二郎系はあらかた制覇してしまったし、新しい店舗を開拓してもいいだろう。よし、来週は飯種ラーメンに行ってみるか。俺は飯種ラーメンに行くことを決意。そして週末、俺はついに憧れの飯種ラーメンへとやってきたのだ。おお、地元の二郎系では考えられないほど人が並んでる。それに並んでのおしゃべりも禁止か。かなりルールも厳しいな。素人の俺がこんな有名店に来ても大丈夫かと緊張が走る。でも店に入った途端、その心配は無産した。うおー、すげー。野菜マシマシで頼んだけど、地元の二郎系とは量が圧倒的に違う。それになんだよ、このラーメンから漂う神々しいまでのオーラ。なんか見た目だけで今まで食べてた二郎系を凌駕してる。これは食べるしかない。そして味ももちろん最高だった。うまー。癖になりそうなこったりか。そして濃厚な味わい。それにこの量も本当に癖になりそう。もうダメだ。止まらないし止まらない。俺は一瞬でこの店の二郎系の虜になってしまった。そうなったらもう誰も俺を止められない。他の店のことなどもはや眼中になく、俺は週末のために飯種ラーメンへ通うように。だが店まで車で片道1時間って普通にきついよな。二郎系って量あるし、ニンニクや油もバッチリ効いてるから、お腹が空きすぎて元気がなくなると食べるの大変なんだよ。二郎系を美味しく食べるためにもお腹が空きすぎるのは避けたい。でも車で来るのが一番早いんだよな。それでも時間かかるから本当にどうしたもんか。二郎系はラーメンであってラーメンでない。味でもなく量でもなく、不思議と食べたくなる中毒性がある。なんていうか、頭でうまいと理解する食べ物ではなく、体が本能的に求めてくるものなんだ。だからやめられないし止まらない。そこで俺は考えた。あのビルって結構会社入ってるよな。一社ぐらい社員の募集かけてるところあるかな。そこに就職できればこっちに引っ越しても平気だし、二郎系も食べ放題なんだけど、ちょっと調べてみるか。俺は飯種ラーメンの向かいにあるビルのテナントを調べてみることに。会社のサイトを調べたり、実際に連絡を取って社員を募集していないか調べてみた。すると、え、今正社員を募集中なんですか。よろしかったらぜひとも面接を受けさせてください。面接をしてくれる会社が一社見つかった。絶対にここに受かって二郎系ラーメンを毎日食べてやる。そして数ヶ月後ついに上京だ。今日から二郎系が食べ放題だぞ。俺は面接に受かり、念願の上京をすることに。ここまで来ると全ての欲望が二郎系に蹂躙される。睡眠欲も性欲も食欲によって支配されちゃってる感じ。でもここでも俺は試練を強いられることになる。今日ちょっと並びすぎじゃないか。飯種ラーメンは超有名店、それゆえに行列が途絶えることがない。いつ行っても並んで待つことになり、待ち時間が大変なことになる。せめて空いてる時間帯が分かれば行きやすいんだけどな。いけないけど奥の手を使うか。
幸い俺のディスクは会社の窓辺にある。気づかれないようにそっとそっと。大丈夫かな、誰にもバレないよね。そこで俺は会社の窓に小型カメラを設置、店の行列を24時間カメラで撮ることにしたのだ。そしてその映像を分析した結果、やっぱり閉店間際の14時とか夜の10時頃が一番すくのか、その時間帯に行くようにすれば大丈夫だな。昼の閉店直前の14時と夜の閉店時間直前の10時前後が一番空いているのが分かった。俺は休日に14時頃、平日には夜の10時頃店に行くようにしたのだ。その結果、おお、今日は10分足らずでラーメンが目の前に。いけないことだけど、やっぱりカメラ仕掛けておいてよかった。やっぱり二郎系はちょっとお腹が空いてる時に食べるのがいいんだよな。いただきます。こうして俺はベストな空腹を抱えたまま二郎系を食べられるように。でも数週間後、お腹の調子がおかしい。二郎系のニンニクが効きすぎてるのかな。俺は毎日のように腹痛と下痢に悩まされるようになる。二郎系に含まれるニンニクや油のせいで調子が悪くなったのかもしれない。野菜を多めに摂れば少しはマシになるかな。そこで俺は野菜を多めにして二郎系を頼むようにしたが、なんかお腹に入らない。前のように美味しく完食できなくなってしまった。なんというか食べるとひどい胃もたれに襲われるのだ。俺も45歳だし、いよいよ脂っこいものがダメになってきたのかな。でもそれだと腹痛の原因がわからない。試しに二郎系を食べる回数を減らしてみても、俺のお腹の調子は悪いまま。今日もお腹が二郎系のせいでもたれて具合が悪いわけではないらしい。さすがに心配になって病院に行くと、BMI の値だけでなく血糖値もすごい数値になってますね。これ糖尿病を発症してるかもしれません。うっそー、それってこのままだとやばいってことですか。いや、そもそもそこまでふくよかなのに、なんで大丈夫だと思えるんですか。その根拠のない自信はどこから来るの。それはなんと検査で俺は肥満や高い血糖値を指摘された。俺はその日のうちに入院を余儀なくされたのだ。そして俺は胃のバイパス手術を受けることになり、胃の大きさが 80% も小さくなる。それ本当にご飯食べられるんですか。はい、それによって食欲を抑え、肥満や高い血糖値を改善することが可能になります。食欲を抑えるだって。そんなことしたらラーメンが食えなくなる。そのラーメンの食べ過ぎで体がボロボロになってるのはどこの誰ですか。とにかく手術を受けないと命に関わる危険性もあります。そのくらい大森さんの体は限界を迎えてるんですよ。まさか二郎系を食べて生命の危機に見舞われるなんて、そんなこと想像すらしてなかった。結局俺は手術に同意、数週間の食事制限とダイエットを経て手術に挑んだ。手術は無事にうまくいき、俺の胃は急激に小さくなったが、退院後も食事制限とダイエットは続けていきましょう。それと同時に投薬を行えば血糖値も改善し BMI も減少するはずです。え、じゃあラーメンは。大好きな二郎系ですが、しばらくは食べない方がいいですね。胃もちっちゃくなっちゃいましたし。また二郎系が食べたくて頑張ったのに、二郎系がお預けなんて、そんなの耐えきれません。食べるにしても今後は節度を守って食べるようにしないと、今度は命が危ないですよ。そしたら二郎系も二度と食べられなくなるかも。それは嫌だ。だったらちゃんと治療に専念してください。はい。でも食べてはいけないと言われるほど人は食べたくなる生き物。二郎系。退院後俺は吸い寄せられるように飯種ラーメンへと向かっていき、二郎系を取り憑かれるように食べていた。二郎系だ、二郎。あれ、でもなんかもう食べられない。なんで。味が美味しいとか二郎系を食べる感動なんてものはない。ただ本能のままに俺は二郎系をむさぼり食ったんだ。
でも胃が小さくなったせいで思ったように食べることができない。半分も食べないうちにお腹がいっぱいになってしまった。ただ久しぶりの二郎系ラーメンだったため無理やり胃袋に押し込んでなんとか完食した。はあ、美味しかった。ちゃんと完食できるようにまた食べに来なくちゃ。前より美味しくは感じない。でもなんか食べないと落ち着かない。そう、二郎系はそれでいいんだよ。帰り道、俺は二郎系を食べられた満足感に満たされていたのだが、あれ、なんかフラフラするな。あれ、そのまま気持ちよくなって倒れてしまった。そして夢の中ではうまー。あれ、なんか普通にさっき食べたよりおいしい。なんだ、普通に二郎系がおいしく食えるようになったんじゃん。よかった。あれ、これって夢？それとも現実？俺さっき二郎系食べてきたような。まあ二郎系美味しいし別にいっか。ただ二郎系が食べられなくなるから病院だけは嫌だな。よし、今日も家で腹いっぱい食うぞ。仕事終わりの自販機ラーメン、それが僕の唯一の楽しみだ。僕の名前は一草一郎、45歳のサラリーマンなのだが。一草君、この前頼んだ提案書を今日中に出せる？すみません、まだまとまらなくて。君仕事は丁寧なんだけど、なんでそう遅いかな。仕事が遅くて上司からこう言われることがしばしば。ついでに言うと、一草さん、ここの計算が合わなくて。ああ、それなら計算やり直した方が早いよ。時間かかるけど、僕がやろうか？あ、いえ、ご指摘ありがとうございます。自分でやります。あの、もしよかったら飯とか一緒に行きません？お礼したいんで。あ、いや、僕はそういうの苦手だから。そうですか。人付き合いがこの年になっても苦手で、昼食も一人。もちろん仕事が遅いから。あ、もうこんな時間。また上司に遅いくせに残業だけは一丁前にするって言われちまう。残業もしょっちゅう。僕ってなんでこう何しても不器用なんだか。でもそんな僕にも楽しみはある。よしよし、ちゃんと財布に3000円は入ってるな。今日はどのラーメンにしようかな。飯男ラーメンもいいし。お、今度は餃子も売ってるのか。一緒に買っていこうかな。それがこの自販機ラーメンだ。時は遡ること1年前。はあ、自粛自粛で個室完備の漫画喫茶も開いてね。僕どこで時間潰せばいいんだよ。仕事帰り、残業の疲れと仕事の鬱憤を新型ウイルスの自粛のせいで発散できなかった僕。そんな僕が出会ったのが、あれ、ここのラーメン屋さんも自粛営業でもう閉店か。いつもならやってるのにな。まあ大勢の人がいるところでご飯食べるの嫌だから入らないけどね。ん？自販機？ラーメンの自販機か。珍しいな。でも1杯1000円、高いけどお店も開いてないし、ここで夕飯買っちまうか。僕は好奇心に駆られて自販機のラーメンを買うことに。そして出てきたラーメンは、え、ちゃんと小袋包装されてる？すっごいなこれ。でも味の方はどうなんだ？家に帰って説明書通りにラーメンを作ってみると、うまい！インスタントよりいいじゃないか！へえ、今の冷凍技術って進んでるんだな。とにかくこれがうまい。本当にラーメン屋に行ったような味が再現されてるんだ。たちまちに僕は自販機ラーメンの虜になった。ちなみにこの自販機ラーメンのことを調べてみると、へえ、やっぱり新型ウイルスの自粛が原因で始めたサービスなのか。これで店の売り上げを確保してるんだな。新型ウイルスの自粛が原因で作られたサービスらしい。僕だけじゃなく物珍しさで買う人も多いらしいし、全国的に普及してきてるというのだ。
確かに僕みたいに店に入りづらい人間にはこういった自販機は便利だよな。あと夜遅くにうまいもん食いたくても今はお店も開いてないし。そして意外だと思ったのは、あれ、また若い女の人がラーメン買ってる。それに列ができてる。まあ僕みたいなおっさんならともかく、若い子はラーメン屋って入りづらいかもな。最近はおしゃれなラーメン屋も多いが、二郎系みたいながっつりなラーメン屋には若い女の子は入りづらいだろう。僕はおっさんだけど、その気持ちはなんとなくわかる。後で調べてわかったことだが、自販機ラーメンの利用者の4割が女性らしい。そしてさらに気がついたことがもう一つ。あれ、メニュー変わってる？なんと月に何度か自販機のメニューが変わっていることに僕は気がついた。そしてさらに自販機に通っていると、これ有名なラーメン店とのコラボだよな。すげー、こんな商品まで開発してるのか。有名なラーメン店とのコラボによる期間限定の商品が売り出されたり、正月やクリスマスの特別メニューが組まれたりと、僕は自販機ラーメンの奥深い世界に触れることに。そんな自販機ラーメンに僕はすっかり魅了されてしまったのだ。今じゃ週に5回以上夕飯が自販機ラーメンなんてことも。うまー、今日のラーメンも本当にうまい。後でブログにこれの感想も書いとかないとな。僕は自販機ラーメンのブログも始めて、新商品などの感想も書くように。こっちのブログもかなりの人気を博している状態だ。お、今日もブログにコメントある。うちの近所にも自販機ラーメンが設置されました。機会があったらぜひブログで紹介お願いします。ああ行く行く。どこだろう。返信でどの辺か聞かないとな。次の日曜日はここの自販機に寄ってみるで決定だな。最近はブログの閲覧者に教えてもらった情報をもとに新しい自販機ラーメンも開拓。仕事やってるより自販機巡りの方が楽しいんだもんな。でも仕方ないよな、ラーメンうまいんだし。自販機ラーメン、僕のようになかなか店に入れない人間もターゲット層にしたいい商売だと思う。これからもどんどん広まってほしいぐらいだ。でも会社では相変わらずな僕、黙々と仕事に励む。なんか一草さん、前にも増して寡黙になってないですか？集中力が上がったのか仕事は早くなったんだがな、ちょっと心配だ。いや、自販機ラーメンとブログの反応が知りたくて仕事早く終えていただけだよ。いちいち話すのも時間の無駄だし、自販機ラーメンを確認したいがために僕はここ数ヶ月仕事の効率を上げまくっている。だがその反面、余分なことも一切話さなくなってしまった。そして定時で上がれるようになったのだが。では失礼します。あ、ひとくささんも一緒に行きません？いいとこ見つけたんですよ。いや、いいよ、僕は行くところがあるから。そうですか。こんな感じで誘われても断るばかり。まあ前からこんな感じだけど。そして昼休みも、やっぱり自販機ランキングで言うとあそこの自販機が一番だな。それともこの企画だとつまらないから新作ラーメンのランキングにするか。ひとくさくん、何ブツブツ言ってるんだ。なんか趣味でブログ始めたらしいです。ああ、それって昔から一人が好きな人だし、そっとしておこう。そうですね。そして夜も、仕事帰りに自販機でラーメンを買い一人で食べる。僕は一人の世界に没頭するようになり、職場でもますます孤立。でも仕事に支障が出るわけではないので特に気にはしなかった。でもいよいよ誰とも話さなくなると周りも心配するらしい。ねえ、ひとくさくん、最近なんか君の声を聞いてないような気がするんだけど。え、そうなんですか？いや、気がついてなかった。仕事の効率も良くなったし、残業も少なくなったからいいかなとは思ったけど、やっぱりなんも話さないと心配だな。それとさ、なんか自販機ラーメンに夢中になってるみたいだけど。ああ、そのことですか。すると僕のことを心配してきた上司が話しかけてきた。僕を気遣ったのか、上司は昼休みも一緒に食事をしてくれた。へえ、こんなブログ作ってるの。はい、ただの趣味ですけど。
すごいじゃない、君にこんな趣味があったなんて意外だよ。今度私にもおすすめの自販機ラーメン紹介してくれないかな。え、いいですけど。部長、僕のことが心配で話しかけてくれたんだな。やっぱり全く職場の人と話さないのはさすがにダメだよな。こんな感じで自販機ラーメンのことで盛り上がり、あの、もしよかったら自販機ラーメン紹介しますよ。本当かい、ぜひとも頼むよ。あれ、なんで僕部長を誘ってるんだ。あ、まあ職場で孤立してるのは確かだし、部長は僕を気にかけてくれるしな。もしかして自販機ラーメンのことで頭がいっぱいで自ら孤立の道を進んでいたのか、だから話さなくなり孤立してしまっていたのか。なのに部長は。僕は自分から孤立になっていることに気づき後悔した。その夜、これが自販機ラーメンか。本当だ、女の子が並んでる。あ、いや、そこが注目するところじゃないですから。妻にも今日の夕飯はこれにしようって言ってあるし、買うの楽しみだな。ねえ、今度は自販機で売ってるラーメン屋に行ってみない？え、それができないからここで買ってるんですけど。いいじゃない、私もついていくからさ。はあ、部長が自販機ラーメンを思ったほか気に入ってしまい、次の週にはラーメン屋に行くことに。するとそこに。へえ、ここのラーメンが自販機ラーメンで買えるんですね。そうなんだよ、ひとくさくんに教えてもらったけど、自販機のラーメンも美味しくてね。本当、ラーメン屋に一人で来るのって勇気いるし、僕も買ってみよう。いいね、閉店になっててもいつでも買えるんでしょ。俺も買ってみたいわ。なぜか他の社員もプラスでついてくる。まあ部長と二人じゃ気まずかったからいいんだけど、なんかみんなで食べるのも悪くないな。僕は不思議とみんなでラーメンを食べることに居心地の良さを感じていたのだ。ここんところ人とろくに喋ってなかったから寂しかったのかも。自分は一人の方が好きかと思いきや、意外とそうでもないことを知り、僕は驚いた。それからというもの。なあ、ひとくさくん、我が社でも自販機ラーメンを紹介するキャンペーンをやりたいんだが。え、自販機ラーメンをですか？なあ、ぜひとも自販機に詳しい君にキャンペーンの企画を考えてほしくてね。やります、やらせてください。職場でも自販機ラーメンの仕事を任されることになり、僕は前よりも職場の人たちと話すように。そして今では自販機ラーメンもいつでも買えるし素晴らしいけど、みんなで食べるご飯ってこんなに美味しかったんだ。僕は一人で食べるご飯よりみんなで食べるご飯の素晴らしさを改めて感じた。これからは一人の時間よりも人との時間を大切にしよう。なんなの？このこってりとした味わいの濃厚スープ、そして生ニンニクの癖のある味、こんな美味しいものがこの世にあるなんて。私は知らなかった、この世にこんな美味しいラーメンがあるなんて。これが私の二郎系ラーメンの出会いだ。私の名前は飯野リサ、35歳。リサ先輩、あのインスタグラマーの取材行かないとダメですか？三森さんはあなたの担当でしょ？でも、あの人当たりがきつくて。一緒に企画なんてできるのかな？いいから行ってらっしゃい。はい。美容系の雑誌を担当する編集部に所属している。こう見ると後輩にきついおつぼねってイメージを持たれると思うけど、私にも悩みはある。昨日より 500g 太ってる。ちゃんと食べる量は 2000kcal に抑えてるのに、あの職場でデブになったらそれこそ後輩に示しがつかないじゃない。そう、私の悩みは中年太りに怯えていること。この年になると代謝が落ちているから並大抵の食事制限では体型が維持できない。気を抜いて爆食いするとすぐに太ってしまうのだ。ちょっと
お米食べ過ぎたかしら。明日からしばらく胸肉と野菜中心の生活に戻さないとね。お米と小麦は避けないと。はあ、今日はこのくらいでいいかしら。ちょっと疲れちゃったわ。休日や仕事が定時で終わるときは会社側のジムにも通っている。だからこそこの体型を維持してきているわけだけど、月一のチートデイは別腹だ。はぁ、二郎系ラーメン美味しい。コンビニの二郎系最高。森本さん、それは…あ、リサ先輩、これは…いや別に、人の昼食にまであれこれ言うつもりはないわ。ただちょっと、美味しそうだなって。そうなんです、私が大好きな二郎系ラーメンのお店が監修した商品なんです。今度食べてみてください。そう言われて買った二郎系ラーメンのコンビニ商品。二郎系って話題の大盛りラーメンのことよね。今日は暴飲暴食の日だからこそ、私はこの二郎系をいただきます。食べる。チートデイ、それはダイエットで食事制限をする者が月に何度か設ける爆食いの日のこと。この日を設けることにより、体重が減りづらい停滞期を防ぐことができる。停滞期は食事制限を受けた体がカロリーの消費を抑え始まるもの。ならばその逆のことをしてやれば、体は消費を抑えるのをやめる。二郎系ラーメン、ずっと気になってたのよね。なにこれ、うんま。超こってりしててめっちゃうまい。こんな美味しいラーメンを今まで食べなかったなんて。確かこの商品を監修したお店って近くにあるのよね。行きたい。でも商品の成分表示を見て驚いたけど、これ単体で2000キロカロリーってカロリー高すぎない？どうしよう、こんなん食べまくってたらダイエット以前に体に悪いわ。それにこんなん食べてるのが知れたら職場の男どもになんて言われるか。コンビニで二郎系の商品を買うのも危険ね。となれば、うちで作るのが一番安全。まさか宅配キットが通販であるとは驚きだわ。これでチートデイに二郎系が好きなだけ食べられる。こうして私は自宅でも二郎系を作るようになり、その種類の豊富さに打ちのめされた。北海道の二郎系ラーメン、札幌味噌が効いてていい感じ。この前食べた千葉のトロトロチャーシューもこってりしてて美味しかったけど、こっちは味噌の濃厚さが麺に絡まってより味わい深くなる。そして何より濃いスープなのに喉越しはすっきりとした塩梅のうまさ。二郎系ラーメン、舐めていたわ。ただの大盛りラーメンではなかった。ここまで奥が深いなんて。それから私は、あら、新しい二郎系の商品が出てる。誰もいないわね。よし、宅配キットでは飽き足らず、コンビニの商品も何度もリピートしてしまい、ついには二郎系のお店に行きたいという欲求を持つように。でもさすがに同僚に見つかったら気まずい。それよりあんな野郎だらけの空間行くのが怖い。どうしたらいいの？でも我慢できない。私は本場の味が食べたいのよ。こうして悶々と葛藤した末、私は覚悟を決めたのだった。ふう、いい汗かいてる。今日は久々のチートデイだから、いつもより余計に体をいじめてるけど、
これだけ動かしてれば一食2000キロカロリーだろうと余裕よね。いざ戦場に行く。私は人生最大の試練を自分に与えたのだ。いらっしゃい。すごい熱気。二郎系ラーメンの店に行くという試練に私は今立ち向かう。お客さん、ニンニクは？え？ニンニク？え、ちょっとどういうこと？これどういう風に注文すればいいの？だからニンニクどうします？ニンニク、野菜、油、マシマシ絡めて。はい、受けたまわりました。なるほど、そういう風に注文すればいいのね。この人、まさか私が困っているのを助けるためにわざと先に注文を。なんてナイスガイなの。キュン。それにこの胸の高鳴りは何？ぽっちゃりは好みじゃないのに。お客さん、注文。すみません、全部少なめで注文したのに。それでもすごい量の具ね。食べきれるのかしら。でも恥を忍んでここまで来たのよ。最後まで私は諦めない。ぬー、何よこれ。宅配より、いえ、コンビニの商品よりずっと美味しい。同じ材料を使ってるのにどうしてこんなに違うの？それにこの生ニンニクの癖のある美味しさ、たまらないわ。お客さん、大丈夫ですか？ごめんなさい、美味しいだけなの。そうですか。私は二郎系の虜になっていった。ああ、今日のチートデーも二郎系に来てしまった。でも、でもこんな美味しいのやめられないわよ。誰に見られたって構わない。私は二郎系が大好きなの。けれど、そんなある日、今日は全部マシマシで。お客さん、大丈夫ですか？大丈夫、もっと大盛りにしてちょうだい。私は調子に乗っていつもより多い量を注文してしまったのだ。けれど、お腹が、やばい、食べ過ぎた。油とニンニクが効きすぎたんだわ。なんというか、トイレから出られない。私はお腹を壊して地獄を見ることに。翌日、会社には出社したものの。おはよう。先輩、大丈夫ですか？ええ、大丈夫よ。ちょっと体調崩しただけ。すぐ良くなるから。そうですか。言えないわ、二郎系のせいでお腹壊したなんて。しかもニンニクの匂いが取れない。今日はあまり喋らないでいいよ。それからというもの、今日はチートデーだけど二郎系はなしね。二郎系は大好きだけどお腹壊したら嫌だもの。ニンニクの匂いもトラウマになりそう。私は二郎系と距離を置くように。でもコンビニに行くと、あれ、なんで私二郎系の商品を手に持ってるの？理性ではダメだと分かっていても体が二郎系を求めている。好きなんですね、二郎系。あなたは。ああ、覚えてますか？この前ラーメン屋で会ったものです。実はその商品、私が作ったものでして。え？まさかあなたに食べてもらえるとは思いもしませんでした。
でも、よく私のこと覚えてましたね。そりゃ、いつもお店で二郎系ラーメンを美味しそうに食べてましたから。そうですか。でも、その美味しそうな顔がすっごく印象的で覚えてたんですよ。あんな風に二郎系を食べてくれる人に商品を買ってもらえるなんて幸せだな。この人も二郎系が好きなのね。それも、商品まで開発しちゃうなんて。これ、今日のお昼に食べようと思います。え？お昼にですか？はい、たまには贅沢しないと。ありがとうございます。二郎系ラーメンでお腹を壊した事実は変わらない。でも、食べ方さえ気をつけていればお腹を壊すこともない。あ、先輩、それ！ああ、美味しいわよね、二郎系。私もハマっちゃった。へえ、先輩が？あら、食べちゃ悪い？いいえ、その商品、私も気になってたんです。感想聞かせてください。いいわよ。それに、自然体でいることも時には大切かも。え、大森さん、ここでラーメン食べてるんですか？え、なんかおかしい？いや、どこでも食べるんだなと思って。食べるのに場所は関係ないよ。ラーメンを食べることに意味がある。でも寒くないですか？全然平気。うわー、体重がついに100キロオーバーだよ。でもまあ別に具合悪くないからいっか。朝食のシーフード麺食べよう。いただきます。俺の名前は大森二郎。三度の飯よりもラーメンが好きな男だ。まあ家で食べるカップ麺なんて食べたうちに入らないけどね。もちろんお昼休みもラーメン。それも行きつけの二郎系。はあ、おいしい。あの、大森さん、美味しそうに食べてるところすみませんが、いつもお昼に誘われて二郎系に来るのはなんで？え？がっつり食べられて午後の仕事もバッチリできるでしょ？いや、俺最近胃もたれがすごいんで、もうちょっとヘルシーなもの食べたいんですが。大内くんってまだ30代前半でしょ？そんなこと言ってると今に脂っこいものがダメになるよ。今から食べて、年取っても脂っこいものに耐性持たないと。いや、普通は年取ると二郎系とか無理になってくるんじゃ。それはね、ちゃんと見しめてラーメンを食べてないから。ラーメンをいっぱい食べてれば胃もたれなんて起こらないんだ。なんすかその調理論。へえ、俺なんて週7でラーメン食べてるよ。それでも全然平気だから。いや、飽きないんですか？飽きるどころか、新たな味を探して日曜日は新店舗を開拓する毎日さ。評判が良かったら、たとえそこが北海道だろうが沖縄だろうが駆けつけるよ。もちろん場合によっては長期休暇を取って海外にも行く。うわ、もうそれラーメン好きを超えてラーメンオタクですね。まあね、好きなものは極めなきゃ。こんな感じで毎日のようにラーメンを食べていた俺だけど。ねえ大内くん、今日新店舗のラーメン屋さんがオープンするんだけど。すみません、今晩は飲み会なんでがっつり系は控えたいんです。それと弁当持ってきたんで。あ、そう、じゃあ一人で行くわ。すみません大森さん。なるほど、それでお前弁当持参になったわけね。だって大森さんと食べに行くといつも二郎系なんだよ。体持たないって。こそこそ陰で文句言うなら嫌だって言ってくれればいいのに。感じ悪いな。そんな感じで最近は昼飯を食べるのも一人。なぜか誰も俺と一緒にラーメン屋に行ってくれなくなったん。でもそれでも構わない。俺にはラーメンがあるんだから。ここのラーメン屋の麺はいつも行ってる飯種ラーメンと同じところだな。あそこの製麺所は二郎系のコンビニラーメンでも使われてるんだよな。コシがあってすごくいい麺だ。うん、メモしとこう。あとスープの方は豚足がベースになってる感じかな。隠し味になんか入ってるみたいだけど、これは煮干しか。
だから臭みが消えていい感じに仕上がってる。それにこの味噌は自家製かな。ちょっと他の店の味噌と違うし、この種類の味噌はどこの店に行っても口にしたことがない。ラーメンを食べて製麺所を当てたり、スープに何が使われているかを当てるのも俺の楽しみ。家族にはいっそのことラーメン屋になったらなんて言われるけど、それができたら会社勤めなんてしてないよ。でもラーメンが大好きだから定年退職したらラーメン屋になってるかも。そして会社の飲み会で鍋が出ても、すみません、中華麺ください、もしくは即席ラーメンありませんか。大森さん、また鍋の締めをラーメンにする気ですか。たまにはうどんにしましょうよ。ダメ、ラーメンじゃないと麺類なんて本当の麺じゃない。いや、うどんも中華麺もどっちも原材料小麦粉なんですが。ダメだー、ラーメンこそ至高の麺料理なんだよ。締めはラーメンでないとダメ。大森さんのラーメン依存症は筋金入りだ、諦めろ。はい、わかりました。俺は絶対に締めはラーメンだと譲らない。なぜならラーメンこそが至高の麺料理だからだ。ラーメンだ、最高。あ、野菜がいい出汁になってる。そしてほぼ一人で食い尽くすよな。マジでこの人の胃袋どうなってんだか。そして数日後、大森さん、ヘルシーが売りのラーメン屋さん見つけたんですが。ああ、そこは店長さん変わったから行かない方がいいよ。今の店長結構ルーズな人でさ、味が落ちた。ついでに接客サービスとか店舗も汚いから行かない方がいい。え、そうなんですか。知り合いの店員さんに聞いたから間違いないよ。あと自分でも確かめに行ったし。さすがラーメンマニアは違いますね。それよりさ、このラーメン屋さん行かない。新店舗のラーメン屋さんですか。って、また二郎系。ここね、俺の大好きな飯種ラーメンで修行した人がのれん分けでオープンさせたお店なんだ。絶対に美味しいから行こうよ。こうして俺は楽しみにしていたお店に行ったんだが。ちょっと何残してるの。すみません、食べきれなくて。じゃあ初めに麺の量を減らせばよかったじゃないか。もうだからお店の人が食べる前にいろいろと聞いてくれるのに。もういいよ、俺が食べるから。ああ、すみません。大内くんたら、お店のルールも守れない。こんなんだったら一人で来た方がよかったな。そんなある日。兄さん、日曜日にみんなで実家に寄るんだけど、兄さんもどう？え、いいよ、行く行く。でさ、父さんたちも誘ってみんなでご飯食べましょうよ。どこかいいお店知ってるかしら。うん、知ってるよ。予約しとくからちょっと待ってて。ありがとう。妹家族が実家に帰るというので俺たちは食事をすることに。もちろん予約するお店はぐふふ、あの二郎系のお店、みんなに自慢してやろう。ぐふふふ、日曜日も二郎系が食べられる。俺のお気に入りの二郎系のお店。でもこれが失敗だった。ジロー、さすがにこれは。美味しいけど量が多すぎて、もうちょっと普通のラーメンでよかった。私もダメ。もうみんなだらしないな。俺が食べるからいいよ。結局俺がみんなのラーメンを食べることに。なんでみんなラーメンを最後まで食べられないのかな。胃袋ちっちゃすぎでしょ。一体どうなってるの。どうして俺の周りの人はラーメンをきちんと食べられないのか。ラーメンばかり食べることを嫌がるのか。不思議でならなかった。そんなある日。なんかおしっこのキレが悪いな。俺は3日ほど前から妙な残尿感に悩まされることに。でもそれ以外は平気なので放っておいたら、ある日突然背中に痛みが走った。強い残尿感も感じたんでトイレに駆け込むと、なんだよこの痛み。それに、乳が出てる。血尿が出てて慌てて病院に行く羽目に。そして診断結果は、
血尿ですね。え、なんでですか？体に悪いことなんて何にも。いや、週に7日ラーメンなんて食べてたらカロリーオーバーですし、脂質も糖質も塩分も普通の食事より大量に摂取することになりますよ。むしろ体に異常が起きない方がおかしいかと。そんな。とりあえず石もまだ小さいですし、服薬などによる自然排斥を目指しましょう。あとは再発防止のために食生活と生活習慣の改善ですね。まさかラーメンが。減量しないと他の疾患も出てくるかもしれません。ダイエットしましょう。そんな。言って一生ラーメン食べられないのと、我慢して生き延びてラーメン食べられる人生送るの、どっちがいいです？ダイエットします。俺は健康を悪化させないために大量のラーメン摂取を禁止されてしまった。これからどうすればいいんだ。それからというもの、俺の食生活は。あれ、大森さん、それは、サラダスパゲティ、なんかラーメンに見た目が似てるから。ああ、ダイエット中ですもんね。でもその、何、痩せたというよりやつれたように見えるのは気のせいですか？あとなんか顔色も悪いような。だってラーメン食べられないんだもん。それって泣くほどのことですか？ぬくぬくやってられないよ。そして家族も追い打ちをかける。この前お兄ちゃんに紹介されたラーメン屋さん、もう家族みんなでハマっちゃって、また食べに行こうよ。ごめん、俺は。あ、そうだった、尿路結石再発しちゃうの嫌だからね。ごめんね、お兄ちゃん抜きで行くわ。なんでそうなるんだよ。え、そこ泣くところ。そして家族とラーメンを食べに行っても、はい、ミニラーメンお待ち。ありがとうございます。尿路結石の再発率は 90% だと言われている。だから俺は再発を防ぐためにも食いすぎには注意しないといけない。だけど、二郎系うまいな。麺少なめにすれば案外いけるわね。くそ、みんなでうまそうにラーメン食いやがって。こんな光景あんまりだろ。なんで家族がこの前より二郎系を食えるようになってるんだよ。こんなん我慢するとかどういう嫌がらせだよ。もっと早く家族をラーメン沼に引きずり込んでおけばよかった。そうすればみんなで二郎系を楽しめたのに。あれ、お兄ちゃん何泣いてるの？ラーメンのうまさが目に染みたんだ。え、うまさって目に染みるんだ。その後も俺の試練は続いた。大森さん、新しいラーメン屋見つけたんですけど、そこが美味しくて。ごめん、無理だよ。ああ、今日もサラスパなんですね。すみません。多分しばらくは食べに行けないと思う。そうですか、残念だな。俺だって食べに行きたいよ。そしてコンビニに行っても試練は続く。エレナ、頼みちゃダメだ。俺はラーメンの並ぶ棚を見ないように細心の注意を払い買い物をした。そうでなければすぐさまラーメンを大量に購入してしまうからだ。ラーメン屋の前を通る時もティッシュで鼻栓をする。そうでなければ匂いに誘惑されラーメン屋に寄ってしまうから。ラーメン食べたいよ、食べたいよ。俺はラーメンを食べたい誘惑と必死になって戦い続けた。でも3年後、おお、体重が80キロ台になってる。それにこのズボンもブカブカだな。俺はダイエットに成功し標準体重に。そのおかげか尿路結石の再発はない。今ではラーメンを食べること以外にも楽しみが見つかっている。ジロさん、ラーメン食べに行きましょう。うん、メンコちゃん。彼女の名前はメンコちゃん。俺が運営しているラーメンブログにコメントをくれたことで交際に発展。俺のダイエットを一緒になって支えてくれた。そして彼女のことは家族にも紹介してあるんだけど。いや、ほ
本当にラーメン好きな嫁さんが来てくれるなんて嬉しいよ。ほんと美人だし、お兄ちゃんやるじゃん。挙式もラーメン屋さんであげちゃう？ねえ、次郎さんのご家族ってちょっとふくよかだよね。3年前はみんなスリムだったんだけどね。今ではラーメンにハマった家族が昔の俺のようにふくよかになっている。家族でラーメンを楽しめるのはいいけど、みんなもうちょっと健康に気を使ってほしいな。二郎系ラーメン、やっぱり美味しいな。でも店にも食いに行きたいかも。俺の名前は大森二郎、45歳のサラリーマン。大森さん、今日はどうです？いや、今日は早く帰るよ、用があるから。そうですか。今日は新作の二郎系ラーメンのレンジ麺が販売なんだ。気になってた北海道の新商品、売れ残っててよかった。今日はこれを買って豪勢に行くぞ。俺の一日の楽しみは二郎系ラーメンのレンジ麺をコンビニに買いに行くこと。最近は週に5日はこれを食べないとやっていけない体になってる。あとは角煮とこの辺にあるもやしとかも買っとこうか。デザートはプリンでいいかな。仕事終わったこの時間が一番幸せだな。この二郎系どんな味がするんだろう。あー楽しみだ。そして家に帰ったら、おお、角煮を乗せて野菜を茹でてニンニクチューブで味付け、野菜ニンニクマシマシの自宅二郎系ラーメン完成。俺はコンビニで買った二郎系ラーメンをトッピング、思いっきり食べる。うんまー、この角煮がいい味出してるな。ニンニクの匂いもなんかいいぐらいに食欲そそるし、あー、やっぱり二郎系っておいしい。これ食べなきゃやっぱり寝る気にならないよ、次の日頑張れないもん。でもたまには普通の二郎系も食べてみたいかな。でもお店開いてないんだよな。俺がコンビニのレンジ麺にハマった理由には訳がある。あー、もう閉まっちゃうよ。でもまだ間に合うはず。生来退職官だった俺はいつの間にか二郎系ラーメンの虜になっていた。いつも食べるものといったら二郎系ラーメン。でも残業続きで二郎系行けてなかったからな、今日こそは食べたい。でも閉店するギリギリの時間になっちゃったな。すみません、まだやってますか？すみません、ついさっきラストオーダー迎えたところで。そうですか。本当にすみません。残業続きで大好きな二郎系が食べられずにへこんでいた俺、そんな俺が出会ったのが、二郎系ってコンビニでも売ってるのか、しかも俺の行ってる店とのコラボ商品、これ買うしかない。夕食を買うために寄ったコンビニで発見した二郎系のレンジ麺。でも味の方はお店の方が美味しいんだろうな。そう思っていた俺だったけど、なんだこのうまさ。麺のコシ、スープの濃厚さ、どれをとってもあの店のものとうり二つ。それにこれで680円って安いだろう。俺はその安さとうまさからレンジ麺の二郎系に大ハマり。あー、よく食べた。本当にこのためだけに生きてるな。前は料理も自分で作って食べてたんだけど、今は二郎系にハマりにハマって、夜はいつもこれ。でもまあ朝と昼はちゃんとしたご飯食べてるから平気でしょ。夜ぐらいドカって食わないと体が持たないからな。確かに二郎系を食べてからふっくら体型がさらに太ましくなった気がする。でもそれも気のせいだろ。体重測ってないからわからないけど、そんな急に人って太れるもんじゃないよな。そう思っていた俺だったが、はあ、体重が110キロ？はい、次の検査行きますから体重計から降りてください。ちょっと待ってください、測り直してください。いや、体重計の表示もずれてないですし、壊れてもないですよ。
そんな、俺は会社の健康診断でかなり体重が増えていることが判明。まあでも110キロなんて男にしてみればぽっちゃり体型か。あんまり気にしちゃダメだよな。だが検査の結果、俺に非常な現実を下すのだった。ずっとオール A だった検査項目が D と E ばっかり。みんな黄色信号じゃないか。どういうことだよ。再検査にはならなかったが、俺はあらゆる項目で黄色信号がつく状態に。これ明らかに二郎系のせいだよな。でもあの味が食えなくなるのは嫌だ。検査結果が悪くても、うちのじいちゃんは好きに飲み食いして長生きしたし、俺だってきっと大丈夫なはずだ。そうだよ、楽しみで二郎系食わなかったらストレスでなくなっちゃう。そんなの絶対に嫌だ。俺はこれからも二郎系を食い続けるぞ。こうして俺は二郎系を食い続けることを決意。え、健康診断の結果はどうするのかって。それは保留ということで。あ、ほら別に不摂生な生活してても今すぐ亡くなるわけじゃないしな。こうして俺はその日以降も二郎系を食い続けた。やっぱりうめえ。これがないと生きていけないよな。二郎系は俺の生きがいそのもの。それを食べずに生きるなんて俺には到底考えられなかったんだ。そしてお昼でも俺はついに買ってしまった。でも昨日は売り切れてて食えなかったからな。会社で二郎系ラーメンデビューとするか。昼飯にも二郎系を食うように。でもその日の午後、なんかニンニク臭くありませんか。え、そうかな。大森さん匂いますよ。焼肉とか行きました。嘘だろ、俺が思った以上に匂ってる。あんまり匂いがつくもんは昼飯に食わない方がいいですよ。そうだね。やばいな、会社で二郎系は控えた方がいいか。でも食べないとなんか落ち着かないんだよな。それに大森さん最近太ましい気が。え、そう？前はもっとシュッとしてましたよね。会社の健康診断も大丈夫でした？ああ、そらまあぼちぼちかな。ちょっとダイエットとかした方がいいと思いますよ。後輩の俺から見ても心配です。そしてさらに事件は起きる。ある日のこと。さーて一息ついたし、午後も頑張るか。俺が勢いよく椅子に乗ると、うわー、大森、お前太りすぎなんだよ。少しは痩せろ。椅子が壊れてそんなことを言われる始末。もちろん椅子の修理代は給料から天引きされることに。そしてそれに追い打ちをかけるように駅で階段を登っていると、おかしいな、少し上り下りしただけなのに、なんでこんなに苦しくなるんだ。階段の上り下りだけで息切れを起こすように、寝ている時も心臓のあたりが苦しくなって起きてしまうことが多くなった。ストレスのせいかな。なんか苦しい。そのまま階段から落ちて救急搬送。そして気がついた俺は医師にこんなことを告げられた。足にひびが入ってますね。ただそれより別の問題が。なんですか。かなり血圧が高いですね。薬の処方と生活習慣を改善する必要があります。しばらくは入院となりますので。俺は足のひびとは別に高血圧症と診断。血圧が正常値に戻るまで入院を余儀なくされたのだ。そうなると問題になってくるのが。これだけですか？少なくないですか？いや、普通のメニューですけど。二郎系じゃないと物足りなくなっていた俺は、病院の食事では物足りない。そして外出許可が下りた時に、ちょっとだけならいいよな。俺はこっそりと二郎系を購入。病院でこっそりと食べていたのだが。
結局病院側にバレる羽目に。何、病人がこんなもの食べてるんですか。すみません、でも二郎系がやめられなくて。あなたね、このまま高血圧症が悪化したら動脈硬化になって脳梗塞や心筋梗塞で亡くなっちゃう可能性だってあるんですよ。そこ分かってます？二郎系だって一生食べられなくなっちゃうんですからね。そんな。お医者さんの言葉に俺はショックを受けることに。二郎系を食べられなくなるのだけは嫌だ。でもそれでも俺は誘惑を断ち切れず、そろっとそろっと、あと一回だけ二郎系を食べたいとコンビニに行こうとした。すると、おじさんどこに行くの？え、あ、いや、ちょっとコンビニに。いいな、俺ずっと外出許可下りなくてどこも行ってないんだ。へえ、どのくらい入院してるの？もう1年になりそう。1年？彼の名前はハルト君と言った。気管支喘息になり長い間入院しているという。もうちょっとで退院できるってお医者さんは言うんだけど、学校のみんなは僕のこと忘れてると思う。そんな、こんな小さい子が外にも行けずに病気と戦ってるのに、俺は何してるんだか。お医者さんにも注意されたのに、二郎系を食べようとする自分に俺は呆れた。1年も入院して頑張ってる子がいるのに、それに比べて俺はどうだよ。その後も俺は二郎系の誘惑に駆られたが、二郎系が食べたい、二郎系、いや、ダメだダメ、二郎系の食べ過ぎで二郎系が食えなくなる。俺は必死になって我慢、退院することができたのだ。けど退院してみて驚いたことがある。あれ、体重が90キロ台になってる。110キロ以上あった体重が減って体が軽くなっていたのだ。血圧が下がったおかげか、変な動悸や疲労もなくなっていた。そして良かったことがもう一つ。なんか普通にご飯が美味しいな。二郎系でなくてもいけるかも。俺は普通のご飯でも満足を得られるようになり、再び自炊をするように。すると体重はさらに下がり、食費も前ほどかからなくなった。入院中は二郎系のことばっかり考えてたけど、退院して生活を改めてみると、その気持ちもそんなに起きないな。不思議だ。商品を見ると今でも二郎系を食べたいと思うが、他の食べ物でも美味しく感じている。でも二郎系は嫌いになったわけじゃない。二郎系はほどほどに楽しむのがいい。今の俺はそう思っている。あー、しっとりジューシーなチャーシュー、黄金色の濃厚なスープ、食べ応え抜群のもちもち麺、朝からたまらんな。早朝5時、周りが徐々に明るくなる中、絶品ラーメンに舌鼓を打つのが俺の日課だ。俺の名前は大森二郎、45歳一人暮らしのサラリーマンだ。お、新しい店がオープンしたのか、早速チェックしないとな。超がつくほどのラーメン好きで365日食べ歩いている。おかげで体重も体脂肪も順調に増えていて、免許証の写真はもはや別人だ。そのせいか体調を崩すことも多く、毎月1回検査を兼ねて通院している。相変わらず高血圧ですね。ラーメンも結構ですけど、少し控えないと動けない体になりますよ。わかりました、気をつけます。なるべくできる範囲で。とは言ったものの、病院を一歩出るといつもの癖でついラーメンのことばかり考えてしまう。そういえば新しいラーメン屋ってこの辺だったな。ちょっと寄ってみるか。あれってもしかして、間じゃないか。俺だよ、大森二郎、高校の時の。大森、この前の同窓会以来か。お前成長したな。
そうなんだ。ラーメンばっかり食ってたらこんなんなっちゃってさ、医者にも注意されて参ってるんだ。大丈夫か？いいのいいの、好きなものを好きな時間に好きなだけ食える、それが俺のやり方だから。いや、医者に言われてるなら少しは控えないと。一回の人生、食いたいもんも食わないでどうするんだよ。とにかく俺は本能のままに生きるんだ。でも…あ？何？どうした？見つけた！進展、ここにあったのか。いい匂い。ああ、ラーメンか。トッピングは何があるのかな。いや、まずはノーマルで食べて実力を見るか。あ、いやいや、せっかくだから全部のせもありだな。ぐふふ、楽しみ。おい、大森、ちょっと。俺にはもう友人の声は聞こえていなかった。ラーメンのこととなると我を忘れてしまうのが悪い癖だ。俺の生活はとにかくラーメン中心で回ってる。朝はギリギリまで寝ているので、いつも朝食は抜き、昼飯はカップラーメンを食べて、平日の夜は会社の近くのラーメン屋で夕食を済ませる。大将、どうも。大森さん、らっしゃい。いつものね。そして休日は昼も夜も普段からチェックしていた人気のラーメン店に足を運ぶ。でもお店がたまたま休みだったり、大行列ですぐには食べられそうにない時は。こんなに待てないな。仕方ない、また今度にするか。泣く泣く諦めることもある。その代わり自販機でラーメンを買って食べる。何があっても食事はラーメン、これだけは譲れない。夕食が終わっても俺のラーメン愛はとどまるところを知らない。次は夜食だ。深夜に食べるラーメンはなぜか通常の3倍うまい。明日も仕事だし、ちゃんとエネルギー補給しておかないとな。大将、こってり油ギッシュスペシャル大盛りで。夜中にラーメンなんて体に悪いんじゃないかって。いやいや、野菜をマシマシにしてあるからこれで全部チャラ。むしろ健康にもいいはずだ。だが、ちゃんと野菜も食べてるのになぜか毎月の検査の結果は良くない。先月よりも悪化してますね。まさかまたラーメンばっかり食べてるんじゃないでしょうね。あ、いや、その…どうなんですか？やだな、先生。ラーメンなんて、食べてませんよ。この1ヶ月は朝、昼、晩、全部スムージーで。嘘言わないでください。しっかり数値に出てるんですからね。すみません。これからは朝と昼はいいとして、夜はラーメンを控えてください。ご自身のためですよ。はい。よく考えれば、美味しくラーメンが食べられるのも健康な体あってこそだ。俺は先生に言われた通り、夜のラーメンを控えることにした。明日の朝まで、ラーメンのことは忘れるんだ。忘れろ。忘れろ。ラーメンは忘れろ。明日になればまた食べられる。だから今はラーメンを忘れるんだ。はあ、なんだこれ。結局ラーメンのことばっかり考えてるじゃないか。無理やり寝ようとしても腹が減って眠れないし、ちょっとうとうとしてもすぐに目が覚めてしまう。ああ、ダメだ。コンビニでなんか買ってくるか。ラーメン以外ならセーフだし。時計を見ると朝の5時。満足に眠れないままいつの間にかこんな時間になってしまっていた。もう外も明るくなり始めている。ん、この匂い、もしかして、おー、ラーメン、この時間にやってるのか。空腹で朦朧としている俺がこの匂いに抵抗できるはずもなく、気がつくと店内に吸い込まれていた。くぅ、最高。スープも一滴残らず飲めるうまさだ。待てよ、これって夜食じゃなくもう朝飯だよな。それならいくら食ってもいいはずだ。ここは朝5時から営業している珍しいラーメン屋だった。ここを発見してから俺の生活スタイルは変わった。朝方に切り替え、早朝ラーメンが日課になった。もちろん注文は大盛り。スープも毎回きちんと飲み干す。
半熟卵もトッピングするか。卵は健康にいいからな。3つ、あ、いや4つ言っとくか。これも体のためだ。先生は朝と昼はしっかり食べていいと言っていたから何も問題はない。しかも今まで抜いていた朝食をきちんと取るようになって仕事のパフォーマンスも上がった気がする。まさにいいことづくめだ。でも検査の数値はなかなか良くならなかった。どうもいけませんね。ラーメンは朝と昼だけにしてるんですけど。一食の量が多いとかそういうことはないですか？いや、自分としてはまだまだ足りないくらいで。そんなある日、アパートの管理会社から電話があった。え、いびき？はい、お隣の方からなんとかならないかとご相談がありまして。そうですか、わかりました、気をつけます。どうやら俺のいびきが隣の部屋まで響いて相当うるさいらしい。それは申し訳ないと思うが、同時に俺が気になったのは自分の健康状態だ。いびきって俺また太ったのか。先生に叱られるかも。いやいや、朝方のラーメンに切り替えたし前よりはずっと健康なはず。まあいびきくらいで深刻になることもないか。それから数週間後、ゴミ出しの帰りにたまたまお隣さんと遭遇した。あ、どうもこんにちは。こんにちは。お隣さんってちゃんと見たことなかったけど、こんな素敵な女性だったのか。シュッとしててスタイル良くてちょっと気が強そうで、めちゃくちゃ俺のタイプだ。あのいびきすいません。ああ、いいえ。最近はいびきが聞こえてもすぐに途中で止んだりして、前よりずっとマシになりましたよ。そうですか、それならよかった。俺たちはお隣同士改めて自己紹介をした。彼女はメシのリサさんというらしい。リサさんか、またお話できたらいいな。それにしてもいびきが減ってるなんて、やっぱり俺の健康状態はどんどん良くなってるみたいだ。でも病院に行くと、また数値がひどくなってますね。次までに改善しないと、もう入院するしか。あの先生、最近俺いびきが気になるんですけど、それって何か関係ありますか？いびき？調べてもらったところ、なんと俺は無呼吸症候群と診断されてしまった。そうか、だからお隣さんも最近いびきが途中で止まるって言ってたのか。今日から寝るときはこれをつけてください。これは？ CPAP といって、睡眠中のいびきや無呼吸を減少させる装置です。わかりました。でも実際につけてみると寝心地が悪くてしょうがない。なんだよ、こんなんじゃ眠れないよ。それですぐに外してしまい、普段通り寝るようになってしまった。でもそれがまずかったようだ。真夜中に突然心臓が苦しくなって息ができなくなった。意識が朦朧としてまともに立てない。え？何？うめき声？ちょっと大森さん、大丈夫？もうダメだ、食いたいラーメンまだまだあったのに。力尽きそうになったその瞬間、救急隊の姿が目に飛び込んできた。大丈夫ですか？聞こえますか？どうやらお隣さんが119番通報してくれたらしい。救急隊はアパートの管理会社に連絡して部屋に入ってきたようだ。俺はすぐに病院に運ばれて、なんとか一命を取り留めた。でも先生にはまた叱られてしまった。マスクを外しちゃダメですよ。今回はたまたま助かったけど、次同じことがあったらどうなるか分かりませんよ。はい、すみません。病院から戻った俺はすぐにリサさんにお礼を伝えた。本当にお騒がせしました。いえ、それより大丈夫ですか？はい、なんとか。こんなに迷惑をかけたのに心配してくれるなんて、すごくいい人だな。ますますリサさんに惹かれた俺は、彼女の気を引くためダイエットを決意する。
少しでも痩せるためにラーメンは1日のうち朝だけにした。大盛りもやめて普通盛りにしよう。そしてよく噛んで食べるんだ。そうすれば太りにくいって聞いたし。すると体調も徐々に改善されて、検査の数値も良くなり、先生にも褒められるようになった。最近俺のいびきどうですか？まだ少し聞こえますけど、前よりは小さくなりましたよ。それに無呼吸もなくなったみたいですし。本当ですか？よかった。俺はリサさんに振り向いてもらいたい一心でますますダイエットに励んだ。でも誘惑は突然やってくる。おお、新しい店オープンしたのか。はあ、いい匂いだ。こりゃ絶対うまいぞ。一杯だけ、一杯だけなら。いや待って、ここで食べたらまた元の俺に戻っちゃうじゃないか。俺は何度も何度も葛藤して、ラーメンの誘惑を何とか振り切った。これも全てリサさんに振り向いてもらうためだ。もう少し自分に自信が持てるようになったら、リサさんに思いを伝えよう。リサさん、待っててくださいね。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いいたします。コメントもぜひ残していただければ嬉しいです。